してグランドラインを取ると、はい、でここが一番取りやすいです。腱のところが一番コリコリして分かりやすいです、はい、でこの筋肉の途中のところも取れます、はい、これは一番分かりやすいのはすぐ腕でできますね。自分の腕をこうね、こう、ここの筋肉、まあ腱ですけどね、ほとんどこの指を動かすための筋肉、1、2、3、4、5とかね、もう親指ちょっとまた別なんですけど、この握るときにグッグッと力が入る筋肉ですね、はい、はここにあります。あ、はい、大体腕の半分ぐらいの筋肉が入ってます。筋肉でここから腱になってます。スーッと、ほんでチューッとこの先っちょの方につきます。でこの筋肉がグッと縮むことによってこういうふうになるわけですね。薬指だけちょっと特殊なんですけど、こういうふうになってます。こういうことですね、はい、昔映画のターミネーターでこうやってやってるとこありますよね。キュッと覚えてます？この後に開けられる、あ、マニアックですいませんこういうふうに、ね、なってて、なんかこう自身でこう手出して、はい、ここをね押してあげる。ここから先の半分ですね、ここから筋肉、ここから腱なんです。硬いですね。筋肉を押してもこう、ただへこむだけですけど、剣だと本当にね、こう引き伸ばされますから、グッとやるとこう曲がりますよね。グッとなんとなく力抜いててくださいね、指先、力抜いてこうやるとグッとこう、こう、これ剣を引っ張られてるんですか、ここに曲がるんですね。強靭な硬い剣をここの筋肉でこうグッと縮むからこうグッと握られるんですね。だから手で握る筋肉、ここにあるような気するでしょ、なんとなくここにあるんですよね。だから手を疲れて、はい、手の仕事をしている人が腕疲れるとここが疲れるんですよ。ここと全体的に手が使うかって、手をどれだけマッサージして、はい終わりじゃなくて、手をマッサージしてなおかつこの辺もしっかりとほぐしてあげると楽になる。腱が疲れてますから、腱は本当に強い、もう、腱の役割は本当にこうね、なんですかね、硬いんですよね。硬い腱、硬い筋がこう通ってます。それがね、硬くなるとね疲れる。腱の部分をしっかりほぐしてあげるといいです、はい、なんか先ほどあの足の裏の腱、真っ白なところ、はい、でも本当に強靭じゃないとやっぱりしっかり歩いてね、はい、こう自分を踏みしめて歩くためにも弱いとダメですから、はい、でこう支えてるような感じですね、骨と骨たちをね、はい。